いいらしいんだよね、午前中に日の光浴びて、したら体がちゃんとさ、今午前中なんやってわかるし。そうなので、私はね、HKT が陽性メンバーが出たこともあるし、まあ、今大雨だしということで、ずっとねお家にね、なんかいましょうみたいな期間なの。だから家にずっといるんですけど、そうだから昼夜逆転しとって、でなんか一昨日ぐらいからみんなでちょっと生活習慣直していこうよって言ってさ、言ってんだけど、で一昨日は1時までに寝ようって思ってたんだけど、ハルタンとユリアと電話しとったらもう4時半とかなっとって、でユリアは今フランスにいるので、フランスはさ全然夕方ぐらいやってさ、でこっちは4時半ぐらいになっとって、私とハルタン寝落ちしてそのまま電話つながったわだから4時半に寝て、そうなんです、ずっと本当にそういう生活をしてきとって、でもさすがにちょっとやばいなってなったから直そうって言っててさ、で昨日は絶対1時までに寝るって言ってさ、でファンの皆さんの中でも多分昼夜逆転してる人いると思うから、一緒に健康になっていこうっていう話をしてさ、でもそしたらコメント欄とかでなんか、ずっと逆転しとったけど昨日は頑張って1時に寝ましたみたいなコメントがあってさ、そしたらね、だからちょっと健康的な人を一人生み出したのかなっていう第一歩をね踏み出したのかなって感じしたんですけど、で私はちなみに6時に寝ました、すいません、AM6 時に寝ました、そう一緒にね早く寝ようよっていう話を配信でもしたんですけど、深夜1時にさ、1時前かちょい前にお風呂入ろうって思ったんだけど、これ実家あるあるで、他の家族のが入っとって、そう他の家族が入ってたからちょっとゲームを開いたわけ、でゲームを開いたら友達がログインしとって、でみんなも多分周り夏休みとかだから、土日からだからかな、でずっとゲームしてました。でさ、もう途中で抜けることもできるけど、まあ、だから4時ぐらいには抜けたわけ。でもさ、そんなもう4時とかやったらもう諦めるじゃないですか、さすがに。だって4時も6時も変わらんやろって思って、そう結局その後も YouTube を見たりとか、お風呂にゆっくり浸かったりしてました。そうなのよ。でもね、楽しい時間を過ごすところには変われないのでちょっと今日は早く寝ようって思ってます。そう今日は、そうだからね、ちょっとね予想外だったのよ、友達がちょっとね、友達がねちょうどログインしてまして、でみんなもなんかやってて、そうなの。なので今日の目標は、このあと今から1時間ショールームする、で19時過ぎからもちょっとご飯食べた後にちょっと運動して寝る、ちゃんと1時までに寝る、今日は1時までに寝て、で明日は1時に寝たらさ、まあ8時間睡眠とっても9時に起きればいいわけやんか、で9時に起きて朝ちょっと日の光を浴びてっていうのが目標やね。そうなの。だから今日は早く寝る。そうで今日はね、ちなみにで6時に寝て、で6時間睡眠は取りたいなって思ったから、まあ、12時過ぎぐらいに起きたんだけど、でも本当に最近はお腹が空かなくて運動しないから、そうだから結局ね、さっきちょっとご飯食べた4時過ぎぐらいに。そうなんですよ。でも朝からさちょっと運動したら多分ご飯食べようって気になるから、そうなんです、それが目標ですね。で今日はね、久しぶりにさっきね、なんか10歩ぐらい外出たんだけどなんかメイクポーチがねずっと車の中にあったの、だからずっとすっぴんでね配信してるんですけど、さっき車に取りに行ったので10歩ぐらい外歩きました。やばい、本当に。そうなんです、今日は1時に寝る、1時に寝て、でもゆっくり9時に起きて ご飯食べて歩こうかな。そうやってね健康的な生活を取り戻していきましょう。そうなのよ。なんか遅く寝たらさ、もうね
予定がね壊れちゃうのね。休みの日はさ、なんか夜更かししたらさ、ちょっと遅くまで寝たいじゃんか。だからそうなのってなるとさ、どんどん後ろ倒しになっちゃうから、今日は早く寝ようと思います。皆さんもなんか最近運動してないなとか、ね、寝れてないなっていう人とかは、なんか大抵の人がなんか落ち込んでたりとかするときって、睡眠環境とかを整えたらなんか戻ってくっていうか、いい方に行くらしいですよ。そう、すごい可愛いアイテムがいっぱい。そう、眠れないときはなんか睡眠ラジオみたいなのを聞くのもおすすめ、 YouTube で。そう、23時寝ました。えらっ。そうなのよ、私はね今本当にね自粛期間っていうかおうち時間なので、生活習慣戻すなら逆に今な気がするんだよね。そう、基本夜更かしなので私は。そう、目続きで歩いてない。そうなんだよね、そう、自粛はずっとやってて、で雨も降ってって感じだったから、そうなんです。割と YouTube おすすめだからね、ちょっと今日は早く寝て、そうなの、ちょっと一歩一歩できることを増やしていこうと思います。そうなんですよ。で今日の予定っていうかさ、その今日6時からショールームするっていうのは昨日から言ってたけん、そう、なんかさ、まあロックダウン中の国とかもあるけどさ、やっぱ基本日朝日浴びてさ、なんか歩かないとね、免疫下がりそうだしね自分の。あと母はなんか庭いじりが趣味っていうかさ、庭にさいっぱいお花とか咲いとるんやけど、母が言うにはなんか雨降りすぎて庭にキノコ生えてたって言ってた。そう、なんか雨続くと庭にキノコ生えるらしいね、面白いよね、なんかキノコってね。で、あ、なんか晴れが続くとなんかなくなってんだって。ショールームが休日の楽しみ、お、それは嬉しい。私最近さ、ショールームなんか忙しい時はなかなかできないんだけど、今はさ、まあ、家にいるからさショールームしますけど、なんか楽しいよね、やっぱ一瞬喋ったりするのさ楽しいよなって思う。ショールームしてたら痩せ細っちゃわないか心配やそう、あの私筋トレとか運動もしてないけど、ご飯の量も比例して減ってるから、多分健康的じゃないね痩せ方をするんですね、この自粛が続くと。そう、大城からしたけがよく生える詳しいな、キノコの生態について。謎のキノコ生えてる時ある、あれ食べれたらいいのにね。でもキノコってちょっとなんかさ、ちょっとちゃんと調べてからじゃないとみたいなとこあるよね。昔の DMM が見れるようになってるので見まくっています。おお、私も動かないと食べないので痩せます。そうなんよ、なんかさメンバーとかと話しとって、私逆に家にいると食べちゃうんだけどみたいなメンバーもいるんですけど、私も最初はそうだったのよ。でそれを一線を越えるともうなんか食べれなくなってくるっていう。そうなんですよ、ユリアもね最近言ってたな、なんかその私の気持ちがちょっと分かるような気がしたって言ってた。無音でいつも見てます無音なんや、これ楽しいんかな、このコメント読まれたことさえ気づいてない説ある。海を見に行ってきた、おー、いいですね、海行きたいな。なんか泳ぎたかったけどさ、なんだろうな、泳ぐどころじゃないかったけどさ、今年は何月ぐらいまで泳げるんだろう海って。9月ぐらいになったらめっちゃクラゲおるイメージあるかも。
ねえ、私夏が本当に一番大好きな季節でさ、海泳いで夏祭り行ってっていうのがね本当に大好きだったんですけど、今年はね本当にあんまり楽しめなかったな。なんかフェスとかもさめちゃめちゃ好きでさ、そうなんです、ウェイクボードも戻したいな。なんかエルタンのねパパが連れてってくれて、海にウェイクボードしたことがあります。ウェイクボードした時に初めてクラゲとなんか触れ合った なんかさ深いとこの方ってめっちゃクラゲいるよね。でも割となんか大丈夫なクラゲもいるっぽい。あのなんか透明なやつって割と大丈夫なイメージ、プニプニしてるだけみたいな感じだよね。あれ何の違いなんだろう。で海で普通にさ浅瀬で泳いでても痛い時もあるしさね。なんか歌おうかな。これ弾けそう。久しぶりにこの曲を、あいみょんさんの君はロックを聞かないを歌ってみようと思います。テレレレテレ、目が悪くてパソコンが、こう近づければいいか。あいみょんさんを久しぶりに歌ってみました。そう、車にねメイク道具を取りたので今日はリップをしています。パチパチパチ、まあ私はロック聞きますね結構プチ情報、夏と言ったら何ですか。夏は自分が聞く分にで言うとケツメイシさんの夏の思い出とラッキーキリマンジャロさんのエモメの夏っていう曲、これ結構おすすめです。スポティファイのねプレイリストにも入ってる。スポティファイってどうやったら私のプレイリスト見れるんだろう。インスタのハイライトに載ってますねプレイリストのリンクが。そう、
めの夏はの始まり、結構ノリノリな感じの曲でめっちゃおすすめ。もう戻らない、トゥルトゥルルトゥ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 ルルルトゥ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 ルル、おお、ね、ケツメイシさんいいですよね。夏の思い出手をつないで歩いて海岸線、車へ乗り込んで浮かったあの夏の日へ出して、てて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 てエモメの夏ってやつラジオで流れてて気になってました。私ラッキーキリマンジャロさんめっちゃ好きなんだよね。そう、おすすめ、エモメの夏が私は一番好きかもしれないです。そう、関ジャムでさ、ヒャダインさんも紹介してたこの前、歩いて海岸線、テレレテテレレテテレレレレテレレテレレ、来るたび思い出してる。カンジャムで紹介される曲はなんかわかるっていう曲がめっちゃある。ラッキーテープスさんも好きですね。Pray for your happiness。ヒルクライム歌ってください。なんか春夏秋冬のさ、家にいようバージョンみたいなやつ聞きました。ゆうべはうわっゆうべは1時にベッドに入って TikTok 見てたら4時になってしまった。一番アカンパターンやん。私も昨日ね、友達とゲームしてて結局朝方寝たので人のこと言わないけど、めっちゃわかる。なんかさ、TikTok 私制限かけてますね。あれどうやってかけるんだろう。友達と遊んでる時になんか TikTok 見すぎてしまうって言ったら、なんか友達に制限かけられました。なんか1時間ぐらい経ったらなんか制限時間来ましたみたいなのが出てくるようになってるんだよね、私の携帯。どうやってやってんだろう。そう、でもそれおすすめかもしれない。今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか、春の桜も夏の海もあなたと見たい、あなたといたい。今年の秋はどこに行こうか、今年の冬はどこに行こうか、秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい、あなたと見たい。そう、あの iPhone 自体にそういう機能があるんだよね。だからゲームも私制限かけられてて、なんかそう、だから1時間ぐらい経ったらなんか制限時間が来ましたっていうのが出てくる。あれ何なんだろうそう、 iPhone にそういう企画、あの機能がねついてるんだよね。意識高い系、意識高い系女子しゃがんでみてね、そうなんですよ。で、どうやって解除するのかわかんないし、どういう機能なのかもわかんない
なんかねあるはず。設定画面からちょっと調べるね。なんか制限かけたい系のかけたいっていう人がもしかしたらいるかもしれないから、制限はい。スクリーンタイム、あ、スクリーンタイムってやつかな。あ、ねこれだ。設定を開きます。まずこれ、あ、バックグラウンド再生でさ、なんか画面見ずにさ音だけ流れる設定に してる人はちょっと今やっていただきたいんですけどあの設定を開くじゃん、 iPhone の方の話なんだけど、設定開いてスクリーンタイムをタップします。でなんかそれで使用制限とってとこがあるみたい。使用時間の制限、そう、あれで、なんか1日あたりの使用時間に制限を設けることができます。そうで、なんか設定すると制限時間が来ましたっていうのが表示されて、15分後に再通知するか、今日は制限を無視ってやつか、そう、そういうので、ゲームだけ制限したりとかができます。まあそれでちゃんと閉じるかどうかっていうのはあなた次第ですって話したんですけどそうそうそう、呼びした瞬間スクショしてしまった怖っ。ネット社会や、ネット社会。でもさ、なんかまあやめないにしろ、あ、もうこんな時間経ったんだって思うことができるよね。気づいたら何時間も経っとったっていうことあったりするから怖いね。スマホ忘れる人、スマホ忘れると落ち着かなくなる人ですか。私結構ねスマホなくしても放置してるタイプですそう、結構ねなんかなくしたりするけどさ、でもなんかそのスマホ脳っていう本に書いてあったのは、スマホなくした時ってめちゃめちゃストレス溜まってるらしいよ。それまあ人によるだろうけど、そうでも私は結構なんか割とどっちでもいい人かも。なんかさ、例えばみんなでご飯食べとってどっか行ったとかなってたら、やばいどうしよう取ってくるとかじゃなくて、まあ後ででいいやって思うタイプかな。なんやかんやでそんな大事な連絡あんま来てないこと多いので、グループの雑談とかめっちゃ溜まったこと多いけど、ここで見つめ合って互いに安堵する Alright 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 絡め合ってゆく Alright 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 当然こんな夜にはコーヒーがいいだろう。そんな僕の横でハイボールを一口をなんて言うんだろう。そう君見てるとさっき入ってなくても酔いが回るんだな。大人になって大人になって思い出したんだ。僕が大人になって思い出すのは僕じゃないかな。いずれ Very soft flight 僕ら互いの指を絡め合ってもな。プリーズずっといたいよ。ここで見つめ合って互いに安堵する。 Alright 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 絡め合ってゆく Alright Alright Alright。
これはバウンディさんのナポリです。なんて曲やったっけ、ってことナポリ、あのピンク色のねアルバムの中に入ってる曲なんですけど、あのアルバムめちゃめちゃ好きで、そうもう全曲好き、おすすめバウンディさんの。そうで最近のしわ合わせっていう曲もサビにすっごいねこうグッてくる感じでめっちゃ好きです。そうなの、たくさん曲知ってますよね、どこで。曲は高校の時はやっぱね友達とめっちゃ共有してたかも。なんか学校が結構音楽系の学校やって、ボーカルの授業があったりとかしてた学校なの。だから結構みんななんかそれぞれの世界観があって共有してたかもしれないです。そうで、ラップ好きの友達とか女の子なんですけどとかは、なんかスリーハウスさんって人と、ヨーシーさんって人と、変態紳士クラブさんもその人が結構前から知っとって、おすすめよってずっと言ってくれてて聞いてましたね。でもジャンルは問わず結構何でも好きかも、ね、だし J-POP を結構全般なんか好きな友達とかがおったら教えてもらったりとか、私は逆になんか本当に好きな方が好きって感じで、なのでそう何がいいかな。不可抗力ハマってる、あ Spotify の CM にも一時期なっとって、聞いたら多分分かるはず。歌えるかな、どうだろう。かさち、不可抗力のこうがさちって幸せって、ちょっと弾いてみる。どこにいても行きず、そして行き通りをそのままどっか。あれ、カポさんだってるか。あれ何？サビがなかった？2サビ？あ、そうそう、これがねやりたかったの。
曲です。テレテテテテテ、なびく世界な、もぼめでまた紹介してだって、おー眠気少し取れてきた感じなんだって。いや起きとるわさっきから6時なのでさすがに昼ぐらいに起きたよ今日は。キノコ帝国とか聞きますか？めっちゃ聞く。私はねキノコ帝国さんの曲で一番好きなのが金木犀の夜っていう曲が一番好きですね。ちょっと調べよう。そうめっちゃ好きなんよこの曲って。結構なんか失恋ソングっぽい感じの曲で、私失恋ソングがめっちゃ好きなんよね。でなんかもう別れた後なんだけれども未練ではないけど、なんかやっぱり大事な人だったからずっとやっぱさ時が経っても消えないし、いつか他の誰かを好きになったとしても忘れないでっていう、なんかすっごいなんかエモくないですか？そう歌詞がなんかめっちゃエモいよね。金木犀の夜っていうタイトルから結構好きですよね。なんかさ好きいいですよね。なんかさなんて言うやろうな、香りでなんか思い出すこととかもあるし、だから多分この曲の主人公は なんだろうね、やっぱでもさ何年経ってもさ忘れられない人の曲みたいな感じなのかな。そうちょっと歌ってみるね。できになって
子帝国さんの金木犀の夜、めっちゃいい歌で、これ2番は金木犀の香りがさ街中でしてきて、わあもう夏終わったんだなって気づいて、でさもう忘れたいんだけどコンビニとか行くと君が好きなアイスを見つけて深夜のコンビニで急に引き戻されるって、だから多分思い出がいっぱいありすぎて、なんかさどういうシチュエーションでもさなんか思い出しちゃうんだろうねっていう感じの曲で、めっちゃそういい曲、おすすめソング。もしなんか誰かが失恋とかしたらこれ勧めたいかも。どうなんだろうこれでも慰める感じではないか、どうなんだろうな、でやっぱ共感できるんかなこういうの。キノコ帝国さんねえ本当にねもういい曲ですよね。であとさクロノスタシスっていう曲は菅田将暉さんと有村架純さんの映画のさ花束の映画で歌うシーンがあってカラオケで、それで多分知ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。金木犀ってバンドの感じのやつのなかった、オレンジスパイニークラブさんの金木犀かな、これ一時期めちゃめちゃ聴いてました。そういいよね、なんかでなんかやっぱさこの曲ってさ金木犀だから秋なのかなって思うけど、私的に夏の印象が強いかも。去年の夏に TikTok でめっちゃ流行ったからかな、去年の夏かな、そうめっちゃさこれずっと聴いてたな。やっぱビビってるよ君のイメージ金木犀よ、香りまでにどうしようってバカに、夏の終わりの初夏の気温は気持ちをここに乗せてた、最高あんた最高、グッときた心臓をパンと割れる、ね、オレンジスパイニークラブさんねバンドもあります。おいいよね、なんか金木犀っていうさ AKB でも曲があった気がする。やっぱさなんか金木犀ってついてる曲でさ当たり曲しかなくない、そういう曲って。 AKB さんなどういうかやつでしたっけ、AKB 金木犀いいっていう曲だったっけ、AKB カタカナだったっけな、てかないかもそもそも、そもそもないわ多分あれがコードが。金木犀香るたびタララタタタラタララララララ、金木カタカナなんや、タララララふとさあなんかこライなんか歌のライブでやったんですけど、そのメンバーがねよくなんか見つけてくるよなっていうかさ、なんか本当に、ね、隠れた名曲がめっちゃいっぱいあるわけ AKB グループって、だからさそれをさなんか探してくるのもなんかすごくないってめっちゃ思います。ああった、コード進行チームサプライズだって、16シンパシー公演か、なるほどなるほど、金木犀香る頃この道をそう歩くのが好きだ、どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく、みたいな。ハーチとかが歌ってたかな、あれ結構羨ましかったな、私歌いたかったです、あの曲めっちゃ。金木犀その花はどこに咲く、その木は見えない
けどこのあたりほら甘い香りするだろうほっとするよね。これ結構おすすめよ。てかね、重力シンパシーチームサプライズさんの曲ってめっちゃいい曲いっぱいあるんよ。そう、アイナジェンドさんの金木犀もいや、だからね本当にね分かる。もう金木犀ついてるだけで神曲が確定しとるって感じ。本当に何なんだろうね、本当にいい曲ばっかり。エレキ慣れましたか？エレキはね、音作りはねめっちゃ難しいの。上昇のない優しいです、前のあの異国に。おすすめ。ちょっとこれは原曲を聴いてみて。そうなんよ、エレキやろっかな。なんか多分ね配信以外でねお昼じゃないとやろうってなんない。お、絵文字を入力できるようになってる。だって本当だ。ショールームってさ、なんか絵文字入れたらさ、これをぶっ刺すときはちゃんとボリュームがゼロになっているか確認してから刺します。のソースだとめっちゃ重い。めっちゃ重いけど、これがやっぱ音もかっこよくてだったのでこれにしました。なんか弾けるかな、エレキ。絵文字貼れたかなっていう。ありがとうございます。すごいなんかカラフルだね、あれが。こっちが結構
クリーンな感じなんかな。ね、何がね正解なのかちょっと分かんないのよ、よく調べたら出てくるとは思うんですけど、そう今ね練習中なの。エレキに関してはめちゃめちゃもう本当に初心者なので、何が正解なんだろう。これちょっとエレキっぽくないなんか音マジでそんぐらいの知識しかないのよ。前しか向かない、消えますかって。前しか向かないの時はなんかオーバードライブみたいな系のあれを踏んでましたね。ちょっとあんま分かんないんですけど黄色いやつ踏んでた、あの楽器屋とかに置いてあるよ。でかいかな音、ちょっとおうちバージョンで。前しか向かねえ横を向いたら涙に気づかれるから、遠くを睨んで奥歯噛みしめこの道を行こう。どんなだっけな。ディーディーディーディI'm not afraid to die.
え、もう覚えてない。どんなんだったっけな。私ね、パワーコードのねコードが分かんないんだよね全然。テレテテテテテテテ FG。しかもアコギと思って思ってきたら歪んでてめっちゃ笑った。そうエレキをねちょっとね今練習してるんですよ。前しか向かねえ、前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ、新しい世界にビビってるけど、もうアプリは引けない、歩いた道振り返って、あなたのだけ、そっか、 Am は右に行くんや。ってことは、人生にとって大事なこと、違うな。あまりわからないです。サビがクローズで弾けるかな今んとこ。どっかに楽譜があった気がするけど。前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ、新しい普通にアコギみたいに弾くやり方もあるんですけど、なんか音が多すぎてめっちゃうるさいんだよね。うわー、これね当時やっとったんよ。 R24 コインってやつで昔やってました。なんか逆にできとったのがマジ奇跡って感じ。そう、そうなんですね。落ち旅かな。テレレレレテレレレ、前しか向かねえ。
しかもよねえ最後くらいはかっこつけさせてくれ新しい歌にビビってるけどもう後には引けねえ歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ Oh, 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 もうなんか難しいよね。これさ表ないんかな、エレキ用の。そう、バンドスコアみたいなやつ、当時のやつがどこに行ったんだろうか。きっとどっかにねあるんですよね。見つけたらやるね、またよいしょ。使ったらケースに直します。ここでね、私はねよくベッドの上に置きっぱでねいることが多いんですけど、そうするとギター2台と一緒に寝てしまうことになって、もうなんかこんな感じになってしまうので、7時だって。じゃあそろそろちょっと終わりが近づいてきたので、なんかアコギで弾いていこうかなと思います。皆さんって何時に寝てます？私はねもう昼夜逆転してるんだけど、今日は多分1時に寝るから、もし夜更かししてるよっていう人がおったら一緒に1時まで寝ましょう今日は。で一緒に健康的にちょっとなってこう、昼夜逆転直してこう。そうなの、本当はスクワットとかもした方がいいらしいよ。なんかさこうやってやってかかと重心でこうやってやって、で結構しゃがんだ後にこう伸ばしきらないみたいなやつをなんか何回かやったらいいらしい。ちょっと今の1回で汗かいた。平均3時前後に寝てる。おー、もしさ明日のお仕事とかいろいろあるかもしれんけど、今日早く寝て、今日ちょっと一緒に寝ません？1時ぐらいに。夜更かししてる皆さんね、最低1時目標でさ。そうなの、早くもうお風呂入って歯磨きしちゃって、2時前には寝たいといつも思ってる。それめっちゃわかる。そうなんよ、睡眠がやっぱね大事やからね。
そうで、ちゃんと寝れたらなんか寝れたよって言うね。私もモバイルとかで、昨日はちょっと夜更かししちゃったので、さすがに昼夜逆転直していかんとさね。うわ、今夜は友人たちとオンライン麻雀やるので手伝いになる、楽しそうまあそんな日があってもいいよね、楽しいよねきっとね。私麻雀は人と対戦アプリでやったことあるな。寝る時間は起きる時間で決まってるとかある。そう、私もめっちゃ分かるんや。だけどね、私はね結構公園だけの日は昼過ぎ集合が多くて、だからめちゃめちゃ夜更かしして昼ぐらいに起きるみたいなのが多いから、それをちょっとねできれば改善したいわけよ。長生きもしたいし免疫上げたいし。そうね、麻雀できるんですか。麻雀ね、一時期ねなんか友達がなんかやっとう人が多くて、で結局やったことはないんだけど、こういうやつ、こういうやつはやったことないんだけど、アプリでちょっとね練習した時期はありました。でもあまりにもちょっとハマっちゃって夜更かししちゃうから今はやってない。深夜にラーメン食べる、ラーメンはうまい、わかるわかるわかるそう、私はめっちゃ好きです。夜に食べるラーメンって本当に美味しいよね。そうけど今日はちゃんと寝るわよ私は。だからちゃんと早めにお風呂入ってからさ、そう寝ようっていう、一緒に健康になろう。何歌おうかな。 HKT からなんかあるかな。波音のオルゴールを歌って終わりたいと思います。ちょっと夏っぽい HKT のカップリング曲なんだけど、これ結構ねおすすめな曲。あ、やばい、広告が最近。よし、じゃあ最後の曲は HKT48 の波の音のオルゴールで終わりたいと思います。去年のサンダルを歩き出す砂浜、ちょっと転びそうになってしまったけれど、隣にあなたはいないの。渚に溢れるカップル、甘い口づけ思い出すリス、波音は恋のオルゴール、素敵な真夏のメロディ、壊れたハートを慰め
ということで HKT48 の波音のオルゴールでした。夏っぽい感じの曲にしてみた。2番の歌詞でさ、レモン味のこのかき氷一人じゃ食べきれないでしょって、わざわざここまで泣きに来たみたい、涙が止まらないっていう歌詞があるんですけど、なんかレモン味のっていうとこがまたいいよね。なんか甘酸っぱい感じもするし、いちご味とかだったらよく出てきがちな感じするんですけど、なんかいいよね。そう、じゃあランキングを読もうかな。ちょっと今日は早く寝るためにこの後すぐご飯食べてちょこっとね歩こうかな。本当に田舎なんで人がいないのでちょこっと歩いてウォーキングしてから寝ようと思います。で明日はちゃんと午前中に起きて朝日を浴びて、私マジで2週間ぐらい日の光を全く浴びてないくてちょっとやばいなって思うので、朝日を浴びようと思います。もしね昼夜逆転してるよっていう人がいたら、ちょっと今日からちょっと昼夜逆転を直していかないいかっていう提案です、私からの。そう、速攻寝ます。だって明日もお昼ちょっと分かんないな。明日が月曜日ですっけ配信明日は月曜日だよね。そう、明日は月曜ということで、じゃあ明日も18時から配信しようかな。明後日はもしかしたらできないかもしれないんだけど、また明日18時にお会いしましょう。あ、やばい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 、あと、なんか特に何もなくただただ私の服が映ってます。あれ戻んない。え、待って、ちょっと戻んないんだけど、どういうこと。ちょっと待って、ちょっと待って、え、なんでずっと外壁なんだけど、あ、こうか、戻ってきた服が見えました。ただ何の事故もなく、ただただ私の冬あの服が映りましたけど、冬服が。もこもこ、こっちね、あのもこもこのねパジャマ類とかかけとるとこはい、ってこと、明日も18時から配信します。また明日お会いしましょう。なんかさ SNS とかさ、マジで更新どういうの更新したらいいんだろうっていうのちょっとさ難しくてさ、モバメはさ送るようにしてるっていうか、送ることをモバメに送ってるから、なんか逆に Twitter とかインスタに上げることがあんまないんだけど、ちょっとぼちぼち頑張ろうと思います。こういうのどうみたいなちょっとアドバイスあったら教えてくださいそれではまた明日かな、お会いしましょう。ありがとうございました。ランキングを読みます。13位がジェクコ、ジェクコ、ジェクコで合ってます、読み方すごいガクトみたいな感じのジェクコさん、ありがとうございます。12位エイジ、11位ガッツ、10位ヒロッチ、9位ヤマポ、8位プニ、7位カトキチ、6位オシャ、5位キノピン、4位ウィガンドン19杯のササドン、ベスト3が3位がミノル、ミノルありがとうございます。2位がミムミム、ありがとう。どんぶり、どんぶりかしら、 A って書いてあるどんぶり、どんぶり券ありがとうございます。1位がサンガー、ありがとう。パチ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 、コロナ気をつけてね、皆さんもコロナに気をつけてね、不要不急の外出をね控えすぎてるぐらいあるんですけど私はそう、でもなんか家にずっといてさ日の光浴びてないのも免疫下がっちゃうと思うので、そう頑張っていこう開け閉メール待ってます、送りますメール。そうありがとうございました。
明日もね18時から配信するのでよかったら見てください。でちゃんと今日は1時にちゃんと寝れたっていう報告をしたいと思います。ずっと昼夜逆転してるからちょっと今日から昼夜逆転直していこうって思うので、もしよかったら見てるあなたも昼夜逆転してるあなたも今日はね1時まで寝てお互いにちょっと報告できたらいいなって思います。いい1週間にしましょう。ではご飯食べてくる。今日の夜ご飯はねゴーヤーチャンプル、近所の人がゴーヤーくれたのでゴーヤーチャンプルを食べてきます。ではまたお会いしましょう。明日また明日、バイバーイ、おやすみ。